水没車両からの脱出訓練はしばしば発生する局地的な大雨に備え、春日井警察署で実際の車両を使って行われました。訓練では座席のヘッドレストの棒の片方を窓ガラスとドアの隙間に入れ、てこの原理で窓ガラスを割り、車内から脱出する方法が実演されました。少し力を入れただけでバキッとガラスが全部割れました。また車のドアや屋根を破壊して車内の人を救出する訓練も行われました。春日井警察署は車に閉じ込められた場合は落ち着いて行動してほしいとしています。